ます。はい、富士通コンピューターテクノロジーズの、町田が、Linux コンテナについて発表いたします。普段の業務は、カーネルの、ポーティングだったり、あと、デバイスドライバーの開発だったり、あと組み込み Linux の開発をしていまして、まあ、その調査の一環で、Linux コンテナという、を調査したので、その、調査結果について発表いたします。本日の目次は、ここになっています。こういう場でちょっと発表になるぐらいなので、何か出版点があったらフォローお願いします。まずLXC について、ね、初めて聞いた方もいらっしゃると思うので、その内容について発表します。LXC というのは、Linux コンテナの略です。で、Linux コンテナって何かというと、まあ、Linux にはそのカーネル空間とユーザー空間というものが大きく分けて2つあるんですが、1つのカーネルで、共有して複数のユーザー空間を持つことが、できるという仕組みです。で、まあ、カーネルは1つなので、軽量でセキュアな、仮想環境を実現することができます。で、じゃあカーネル一つなんで、じゃあプロセスとかってどうなるのっていう話なんですけども、プロセスは、後ほど説明します。ネームスペースという機能、カーネルの機能で、複数の、まあ、ユーザー空間があった場合、各ユーザー空間で独立して、実行可能です。でまた、カーネルにこの下にある、デバイスというのは、C グループという機能がありまして、そこから、まあ、このユーザー空間からはアクセスできる、このユーザー空間からアクセスできないといったような制御が可能となっています。で、こういった LXC を、一般的にはコンテナ型仮想化という、ことを言います。で、まあ、コンテナ型仮想化、まあ、今回の LXC では、カーネルのサブシステムを利用しています。主なものが2つありまして、1つ目は C グループです。で、C グループというのはリソースの制御をすることができます。例えば CPU の、まあ、1コア目に、このプロセスを割り当てるといったような制御だったり、メモリの使用量を256メガに制限したりといったような、制御が可能です。また、ブロック IO の転送速度を、何メガぐらいに、待機制限すると、デバイスの、アクセスをしないというのも可能となっています。で、でネームスペース、もう一つネームスペースという機能がありまして、それは、まあ、リソースを独立した空間で、利用することができます。まあ、一つ目のはプラセス ID だったりネットワークだったり仮想端末といったものが、複数の空間で、独立して使用することが可能と。で、こちら右側に、LXC の、コマンドでチェックコンフィグというのがあるんですが、これは、現在の、カーネルで、利用可能な、まあ、LXC の機能が有効になっているか無効になっているかと、ことが確認できます。で、まあ、ネームスペースとしましては、UTS だったり IPC だったり PID という機能が、まあ、有効になってますね。で、C グループは、まあ、ネームスペースだったり、デバイスだったりスケジュールっていうのは、まあ、こういった機能があるということが確認できます。で、コンテナ型仮想化っていうのは、まあ、ハードウェアの仮想化というよりは、OS の仮想化というので、まあ、デバイスを、リレートするんじゃなくて、まあ、ユーザー空間のみを、仮想的に、複数持つことができます。まあ、なので、まあ、テレビゲームとかと比べては、すごく軽い、ものとなっています。で、コンテナ型仮想化といいましても、2つ種類がありまして、アプリケーションコンテナとシステムコンテナがあります。アプリケーションコンテナは、コンテナ上で、1つのアプリケーションを実行可能です。で、システムコンテナというのは、まあ、OS を丸ごとコンテナ上で動かすことが可能で、例えば、軍事上ので、システムコンテナを使うと、フェドラが、実行することができます。
でもあのカーネルは、両方から除いた場合、同じ、ものを共有します。で、まあ、先ほど説明しました KVM とかといったようなそのハードウェアの仮想化とは、また違うので、まあ、LXC で Windows を動かすということは、基本的にはできません。これがコンテナ型仮想化の説明です。で、先ほどは、カーネルの説明をしましたが、ユーザーランドで使うためのツールがあります、まあ、この URL がダウンロードできるんですが、まあ、インストールすると、ユーザービンの下に、LXC ハイフンという形で、複数のコマンドが、あります。で、まあ、この、コマンドの中からいくつかを使って、実際に使い方についてご説明させていただきます。では、LXC を、評価したのでその、方法について、ご説明します。で、評価環境ですが、まあ、まあ、エベレット Linux っていった、まあ、Linux で、評価しました。カーネルは、LTSI カーネル4を使っています。で、ユーザーラウンドは、翌年 1.3 でビルドしたものを使用しています。で、カーネルですが、ミルネームして、見てみると 3.4.32 で、の、カーネルを使用していることが分かります。また、ユーザーランドですが、まあ、先ほど PC のツールをオープンソースしたという話をなんですが、それは、まあ、ヨクトの、レシピというものがあって、そのレシピに、その、ミドルのビルド方法が記述されているんですが、それを、フリースケール SDK から移植して、インストールしました。 PC のバージョンは 0.8.0、RC というバージョンを使用しました。今回は、評価環境としては、ターゲットを直接ではなく、まあ、QM 上で、評価して、まあ、ここでは分図が動いているように見えるんですが、分図上で QM を動かして、まあ、その上で、ヨクトを動かして、まあ、またまたその上で、まあ、LXC を動かす、仮想化の仮想化みたいな環境で、評価しました。まずですね、LXC を利用するために、まあ、準備が必要なので、その準備について説明します。先ほど、LXC では、C グループを使うんですが、その、C グループを利用するための配慮システムを安置する必要があります。で、ここでは、スラッシュ CFS の C グループの下に、まあ、C グループをマウントしました。で、実際マウントすると、まあ、あまり整理されてないんですけど、CPU ドットだったり CPU ドットだったりメモリードットっていうような形で、各、C グループの、コントローラーが出てきます。 CPU ドットっていう、まあ、ドットの前が、C グループの機能を表していて、その下が、設定できるパラメータだったり、を示します。で、C グループに関しては、この後の発表で C グループについて発表される方がいるので、まあ、詳しくこちらの方に説明をします。で、準備の段階目としては、各、ユーザーランドで独立した、仮想端末を、使用できるように、設定する必要があります。Z7 システム、FS タブに、こちらに、ニューインスタンスという、まあ、オプションがあるんですが、それを記述して、NPTS を、マウントするようにします。また、デバイスモードを作成しなきゃいけないので、1回、スラデブの PTLX を作成して、スラデブの PTS の PTLX に、リンクを貼るようにします。はい、以上で、LXC を利用するための準備が整いました。では、アプリケーションコンテナと、システムコンテナの利用の仕方について見ていきます。で、まずアプリケーションコンテナですが、コンテナ上でバッシュを動かしていきたいと思います。で、バッシュを動かすためには、まず、
FC を利用するためには、ループフェイスを準備する必要がありまして、それを、現在の、ホストのループフェイスをそのまま利用するようにしたいと思います。まあアプリケーションコンテナーを動かすためには、そのアプリケーションが利用する、設定ファイルが決めていればいいんですが、そこで簡単化するために、の、ループフェイスをそのまま見せます。で、バインドを使って、そのままします。で、コンテナを作成したりとします。で、コンテナ作成は先ほど示しました、ツールの中の LXC クリエイトを使って、コンテナを作成します。でここでアップバッシュという名前で、設定しまして、LXC ベースで実際にコンテナができたことを確認します。でコンテナの、中で、設定ファイルがあるんですが、それを、編集してその、アプリケーションコンテナが設定する必要があります。アプリケーションの名前だったり、ルート FS の形だったり、あとは、ホストの、ファイルシステムを、ゲストログにしなきゃいけないので、そのマウントを行っています。で、実際動かしてみるテクニックとしては、LXSD エクゼキュートで、コンテナ名と、あと、その動かしたいアプリケーションを指定します。で動かすことができます。でコンテナの終了としては、その実際にそのコンテナを実行すると、その実行した、端末というのは、場所に乗っ取られてしまって、操作することができないので、別の端末を動かして、コンテナを終了します。で、アプリケーションコンテナは、そのプロセスが死ぬと、自動的に終了するので、で、クリエイトを入力すると、それでも、コンテナを終了することができます。で、でコンテナ削除は、LXC ベストロで、できることができます。以上で、アプリケーションコンテナの使い方について説明しました。続いて、システムコンテナで、の説明をします。で、コンテナ上で Linux を動かしてみます。先ほど説明して動かしたエンベレッド Linux 用で、さらにエンベレッド Linux を動かすことをしていきます。で、コンテナ作成に関しては、先ほどのクリエイトを使ってします。で、できた、HFS というベルトリの下に、エンベレッド Linux のベルトリを展開します。で、また、システムコンテナを動かすための、設定を編集します。でここでは、ネットワークの設定をしまして、ここは、特にネットワークを使わないので、ネットワークタイプは連携に設定します。で、システムコンテナに必要な、ルートファイルシステムだったり、をコマンドする設定を組み立てます。で、続いて、C グループの機能を使って、そのホストと、共有しなきゃいけない、デバイスは、共有して、で、その見せたくないものは共有しないというのをセットしています。で、LXC グループデバイス出ないで、一度すべての、デバイスをアクセスできないようにして、必要なものだけ、ここで、見せるように、設定しています。システムコンテナの、動かし方は LXC スタートで、実行することができます。で、普通の Linux と同じように、立ち上がります。で、コンテナの終了は、また別の端末で LXC ストップを終了する、実行するか、その、エンベレッド Linux 上で、シットダウンするか、その方法で、終了することができます。コンテナ削除は、LXC ベストロで終了する。以上で、発表をで、LXC、は、まとめると複数のユーザー空間を持つことができるので、軽量的な、仮想環境を実現することができます。
で、そうする分割も割り当てやすいよう可能で、先ほどみたいな CV の方を、利用しています。で、まあ、こういったその、まあ、組み込みの中で仮想化っていうのはかなり、重いんじゃないかっていう話なんですが、この LFC は割と軽量に使えるので、まあ、実際この発表を聞いて、どのような場所で使えるかといったような議論ができれば幸いですね。これで発表終わります。どうもありがとうございます。質疑応答、あとディスカッションに入りたいと思います。ちょっと手を挙げていただければと思います。よろしくお願いします。これで複数の、いくつか質問があります。まず先にじゃあ簡単な質問から、アプリケーションコンテナとシステムコンテナっていう複数類のコンテナがあるという話して、はい、でシステムコンテナの方はなんとなく想像がついたんですけど、アプリケーションコンテナっていうのは、まあ、バッシュを動かしましたけど、そのバッシュが動いたときにそれが見える環境っていうのはどうなってるんですか。要するに他のファイルとかは何が見えてる状態になるんですか。まあ、今回の場合ですと、ルートFSをホストと同じ環境を見せているので、まあ、例えば、バッシュでレスってやるとそのホストのファイルシステムが見える状態になっています。CH ルートで実行しているのに感覚的に近い。そうですね。はい。で、だからそれが終了したときにもうコンテナも終了するっていうことなんです。はい。ってことはじゃあシステムコンテナとアプリケーションコンテナの違いって、そのいつ終了するかが違うとかっていう考えだったらいいんでしょうか。アプリケーションコンテナは、まあ、ユニットがその呼ばれるんですけど、そのユニットが、LFC ユニットっていう LFC が持っているユニットが叩かれて、その経由で、まあ、そのアプリケーション今回の終わりだったら、バッシュが叩かれるというイメージで、で、システムコンテナはそのシステム、まあ、ユートエフェスの中に入っているユニットが叩かれて起動するので、そこが、大きな違いかなと。ということは、じゃあ結局アプリケーションコンテナっていうのは、まあ、いわゆる簡略化っていうか、まあ、ちょっとこれだけ動かしてみたいというときに使える便利機能的な扱いなんでしょうか。そうですね。で、それから、2つ目の質問なんですけど、ネットワークに関してあまり説明がなかったんですけど、この複数の環境を立ち上げたら、その複数の環境を外からやっぱりネットワークで通信したり したいと思うんですけど、はい、その場合っていうのは、なんかアップだとかちょっとややこしいことをしなきゃいけないような気がするんですが、それに関してはどうなんでしょうか。はい、利用できる機能としましては、これ、まあ、ミスクの部分に書いてあるんですけど、仮想ブリッジだったり、MacVLAN だったり、VLAN だったりっていうようなた機能が、利用することができます。まあ、ただ、まあ、ネットワークについても説明するとちょっと長くなりそうだったので、今回、観察させていただいたんですが、そういったその種類のネットワークを利用することができます。やっぱり設定はややこしいなのですね。それなりに説明量が必要な状態になるという。そうですね。あと他のデバイスの割り当ても全部この C グループのあたりでできるんですか。例えばUSB デバイスがいくつかあったとして、例えば USB キーボードを2つつないでて、その1個のキーボードをそのコンテナに使わせるとか、そういった指定なんかもこの C グループのレベルにできるんですか。ちょっとそこまでは確認してないんですが、一応 C グループで今回、デバイスの割り当てっていうふうに言ったのは、デバイスのそのメジャー番号とマイナー番号で、まあ、このデバイスはアクセスできるようにしてすることができて、もうここの USB キーボードがアクセスできるかできないかはちょっと、まあ、多分できると思うんですけど、開いてやるとデバイスファイルが見えなくなって、それとも見えるけどアクセスしたら
パーミッション出ないってこと。あ、パーミッション出ない。パーミッション、じゃあ、USB キーボードは2つ見えちゃってる。でも片方は多分、リレーしてあれば、アクセスしようとしてもできないけど、もう1個はできるということはできそうな。まあ、多分、そういう形になると思います。見えなくすることはできないんです。そもそも存在すらわからないように。そこまでは多分できない。あ、でも見えちゃうってことは、じゃあその、あのコンテナ側で、あ、私は2番目のやつを使わなきゃいけないんだみたいな。そうそう、意識しなきゃいけない。あ、そう、多分そう、そうだと思います。その辺が仮想化と違うところ。なリアルな仮想化ではないかな。KVM 系のね、リアルな本当の仮想化と、デバイスを仮想化するのと、デバイスを仮想化してないのが違うから、うん、メジャー番号、マイナー番号はそのままの形で見えてしまってる。あそこで 5.1 っていうのは全部のシステムから5の1でしか見える。2番目のキーボードを1番目に見せるというような仮想化ではなくて、あくまで2番目しか使わないってやつに間違って1番目にアクセスできないように守ってる。デバイスの、うん、マッピングが書いてないですから、そういうことにはならない。結局のところは CH ルートにそういうグルーピングの機能を追加したものですよね、これ。うん、そんな感じをしますよ。だから私も気になったのは、そのチェンジルートと何が違うのかなというのが一番の部分で、まあ、チェンジルートと何が違うのかっていうと、チェンジルートをするとそのデバイスのアクセスとかが全て立ててきると思います。でそれを、まあ、一応その一番関連サブシステムのそのまあ、ネームスペースだったり、シーグループだったり、っていう機能を使って、まあ、制御することができるので、まあ、よりセキュアに使えるという。より強固に活性化することができる。まあ、そうです。ただ、ゲストごとに、調整は必要になるんですけどね。さっき言ったみたいに、デバイスを共有するにあたっては、注意が必要。はい。このデバイスはこの人とこの人との両方に見せちゃったときにどうなるのかがちょっと分かんないですね。このデバイスは、ゲストの一番に見せますって言って、シェアしない場合は多分幸せだと思うんですけど、シェアしちゃった場合にどういう動きになるのかなっていうのはちょっと気になって、例えばキーボードを1個やるとどっちのからも見えるようにCグループ設定したときにキーボードを打ったらどっちにも流れてるんですか。こちらからも。ネットワークについては別の共有の仕組みを用意して一応分配をするように、この LXC のレベルでコントロールしているっていう。そう、LXC のレベルというのはその、まあ、仮想ネットワークが、サーネル側の方で、はい、仮想ネットワークを構築してやったら、だからキーボードもそういうふうに、もしこのキーボードで分配をしたかったら、その仮想キーボード、仮想ネットワークみたいな仮想キーボードシステムを組まないといけないみたいな、そんな話なんですか。そうですね。まあ、キーボードの例えは悪いですけど、例えば、SD カードを共有とか、こっちのゲストでも SD カード見たいし、こっちでも見たいけど、同時に見れちゃったらやばいから、どう配下制御しますかとか、そういうのは多分ある。このデバイスに関してはシグループのデバイスっていうサブシステムでやってるんですけど、そこでそこまでの細かな設定ができるのかっていうのは調査不足です。でもネームスペースのトリックでもしかしたらできない。例えば MPS はそれをやってるけど、マルチプルのインスタンスまでも作ってそれぞれに違う PTS を作らせてるので、そのデバイスファイルのネームスペースを分けてマッピングをうまくやれば、もしかしたらできるかもしれないっていう、まあ、わかんないですけど。そう、多分同じようなことをきっと考えてる人ってやってる人がいるんじゃないのかなって気がしますよね、きっと。おそらくネームスペースっていうのはおそらくそういったこともやりたいためになんか入ってる機能なような気がするから、それを使うことによってうまいことを分けることができるんじゃないかな。別の質問いいですか。はい。システムコンテナは中で、まあ、OS が動いてという形でだったんですけど、はい、例えばハードウェアから来るワリコムとかそういうやつは
その元の OS に行っちゃうのか、そのコンテナの中で動いている OS に行くのかみたいなのはどうなってるんですか。ああ、そうですね。コードはホストとシェアしてるっていうのはなんかそこに書いてあるので、多分同じ OS がまあ2個動いている意味でるんだと思うんですけど、はい、ハードは分かってないので、どっちが要は制御していて、どっちが割り込みかっていうのはどうやって区別してるのかなと。カーネルは1個しかない。カーネルはもう1個しかない。だからデバイスレバーレベルではもう1個で、そこからユーザーランドとやり取りするときにどうなるかっていう話なんじゃないかなって感じですよね。だからユーザーモードにあるドライバーはどうですか。ああ、そう、UIO はどうですか。そうです。組み込みは大事なことだ。組み込みだとよくなんかハードウェアとすごい密接なユーザーランドプログラムを作ったりすることが多いしあるんですけど、そういう時にコンテナに入れちゃうと何が起きるんだろうっていうのが、そのためにCグループで制御をかけるじゃないですかね。だからシェアしないより分けない、まあ、分けないとっていう、そういうセキュリティで分けないとダメってことじゃないですかね。オーバーヘッドとかは何かどっかに誰かが調べたりとか、軽いっていうのを話してましたけど、はい、私が調べたのはこのじゃないんですけども、ホストと、ゲストで、リンクスベッジを走らせて、性能がそのベスト、ホストの 99% 出るって入れたら、リンクスベッジはだから CPU に関してのオーバーヘッドはほとんどないと。例えばデバイスアクセスとかそういう系とか、あとメモリに対するオーバーヘッドとかはないんですかね。コンテナを無尽蔵にバン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 作っていて、メモリがシビアになることはないんですか。それは大丈夫。どのぐらいの、だから1個コンテナを作ることのオーバーヘッドはどのぐらいあるのかなっていう。組み込みとか256メガしかメモリがないときに、こうプロセス1個1個になるのコンテナをバン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 って作ったら、作らないときに比べて、どのぐらいこうシステムに対して負担があるのかなっていう。ちょっと気になる。まだ検証できないんですけど、PC だと余裕があるので多分気にしないんだと思います。目的はセキュリティが一番。要するに見せたくないものは見せられないというのが一番の目的です。まあ、閉じ込めたい環境で、でそのなんかアプリケーションだったりシステムを動かしてっていう利用目的があるんじゃないかなと思ってて、まあ、例えば普通の Linux と Android を動かして、 Android は、まあコンテナ上で動かす、でその見せるデバイスだけ Android 上で見せて運用するといった使い方が考えられるんじゃないかなと思って、他にこういうユースケースが考えられるんじゃないかってあるのはそのよく C グループで昔議論されたのは、そのいわゆる PC の世界のセキュリティではなくて、プログラムが暴走してメモリがバンバン食っていったときにシステム全体が落ちないようにコンテナに閉じ込めるっていうのに使えるよねみたいな議論があったんですけど、要は C グループで使える資源を抑えておけば、こいつがたとえ暴走してもこの中で暴れるだけでシステムには影響を与えないとですね、最後のストッパーになってくれるという意見があって、それで少し聞いてて疑問に思ったら、システムコンテナで例えば閉じ込めたとして、この中の OS が死んでも、ホスト OS は生きてるみたいな。死に方にもよく伝わらない。死ぬっていうところの制御をしなきゃいけない。アプリケーションはなんか最後はセグブでズドって落ちるとか、メモリーが取れなくなって最後は死んでコンテナが。ドライブアルメルでクラッシュを起こさせたらシステムが死んでる。ダメだ。だシステムコンテナはそういうストッパーみたいな役目はあんまりできないということなんですね。アプリケーションコンテナはできそうな気がするんですけど、メモリーとかデバイスはいらないものを全部排除しておけば、この中で死ぬだけなので、システムは生きてられると思うので。システムコンテナはどういう、そういう目的ではあんまり。そこでグループ自体は、カーネルは同じなので、この中から我々のカーネルを放送したらダメですけど、ユーザーランドの範囲だったら、ああ、なるほど。その上のユーザーランドがいくら暴れても、その外側には影響がない。で、なんか、もう一つのユーザーランドから、例えば監視してて、落とすとか、落とすとか、アンドロイドで閉じ込めとけば、アンドロイドがいくら暴走しても、
他の Linux に影響はないと思うことだけど、ただしカネルが落ちたらダメだけど。これ動かすルートファイルシステムをあの違うアーキテクチャのやつにするとちょっと楽しめるかもしれないです。まあ、私も以前にあの発表してるんですけど、ルートファイルシステム、あのアームのルートファイルシステムを使って、でそれであの QM があの動くように仕掛けておいて、それで CH ルートでそのアームのバイナリーのバッシュなんか動かしたりすると、まあ、そこからそのバッシュから起動されるプロセスは全部 ARM のバイナリーが QM を通して動いていてみたいなことができて、でその時にはそのリソースのリミットとか何もなかの CH ルートがあったわけですけど、それでやるとそれプラス一応なんかあのリソースのリミテーションがかけられるから、ちょっともうより独立したシステムに近く見えて面白いんじゃないかなっていうのが思います。そうですね、多分原理的には可能だと思うので、はい、メモリもサブシステムで、まあ、リミットっていうのをかけられて、まあ、スワップとかも制限できるので、その環境でやれば多分、まあ、おっしゃることが多分実現可能だと思います。だって現実的には全てのプロセスが QM を介して動いてるみたいな感じになるわけですけど、はい、他どうでしょうか。これ現状で他のアーキテクチャの対応って x86 以外なんてご存知ですかね。あの去年の年末ぐらいにあの ARM Ubuntu でちょっともう実はアフトゲットで LXC 取れるんで試してみたんですけど、どうも仮想ネットワークのところでこけちゃって、まあ、うまく立ち上がらなかったっていうのがあって、まあ、あまり理由は調べてないですけど、なんか他の、まあ、ARM なり X なりそういう対応状況ご存知だったら、動作確認っていう、コンフィグで言ったら、まあ、せんって言ったら、X86、X86-64 ARM と、あと RPC は、ここの、示すような、コンフィグが、ありまして、まあ、全ての関連が対応していれば、まあ、多分、LXC の機能は利用できるんじゃないかなっていう話で。で、実際のところはっていうのは、まあ、X86 ではこういった形で動くことは確認してるんですけど、そうですね。基本カーネルが対応していれば、レクシーは利用できるんだろう。はい、で、あともう一つ、あの、去年のET ですかね、あの横浜でやった組み込み店、あれでどこかのブースで、あの X86 の、 あの Linux 上で LXC で Android を動かしてみたいなことをなんかやってるところがあって、あれなんですけど、ああいうディスプレイとかウィンドウの割り当てっていうのは LXC って仕組みは持ったりしてないんですかね。 UI 絡みですね。やっぱりもうなんかスラデブの下のフレームバッファーデバイスに直接書くとかそういうことを考えた上で、なんかそのホストとゲストの間で制御しなきゃいけないっていうことになっちゃうんですかね。 UI を使うとなると、そうですね、うん、Android とその Linux を動かしたっていうのは両方の、Linux 上から、ディスプレイを使って、確か Window に Android を割り当ててましたね。あ、はい、それは多分そうですね、 C グループの機能で、まあ、Android にだけ見せるという設定をしてそれで運用していたんじゃないかなと思いますけど、まあ、やっぱりそこの仕組みは自分でどうにかしなきゃいけない感じですかね、現状だと。そうですね、ありがとうございます。結構あのいろいろ課題もありそうで面白い話ですけど、他はどうでしょうか。はい、あとこれ基本的に KVM とかだとあの基本的にそのハードウェアによるあの支援が必要とか、それを使って高速化してますよね。だけどもこれはそういうのは原理的にはいらないわけ
だと思うんで、はい、例えば ARM だったら、Cortex-A15 以降だったらそういう機構があるからその KVM とか Zen とかっていうのは使えるようになると思うんだけど、でもそれ以前のものは使えないわけですけども、LXC だったらそれ以前の古いアーキテクチャでもこういう簡易仮想化っていうのはできそうなんですよね。そうですね、カーネルが動けるところだったら、まあ、LXC が動かない、うん、で、まあ、カーネル話すによってその対応しているその、まあまあ、コンフィグがあるかないかっていうのがあるので、まあ、3.4 の、まあ、3.2 っていうカーネルではこういう情報があるということがあって、まあLXC は使えると言っても、まあ、使えないサブシステムが、まあ、関連の話によってあるかもしれないので、そこは取り付けます。じゃあ、向かうことにします。じゃあ、松田さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。